るから。大丈夫？これ、つぐりくんいなくなっちゃったとかじゃないよね。大丈夫だよね。早く来てほしい、すぐりくん。あった。あれだね。ん？鬼退治フェスで遊べるステージが増えたって今あったな。なんでこのタイミングなんだろうか。ん？なんだ？え？あ、卵か。なんかおまるっていうか、なんか履いてるのかと思った。可愛いけどすげえ攻撃性ある。めちゃくちゃ敵視されてる。ごめんけど、話を進めようか。ここがラクドの荒れ地。寂しい場所だよな。伝承では、この辺りで鬼様がよく見かけられたって。看板読む前に、ちょっと勝負さしてくれる？するのは全然いいんだけれども。なぜだ？このタイミングでなんか、勝負を仕掛けてくるのは、あ、ん？勝ったら話を教えてもらおうとしてるのか。私から聞くというより、私に勝つことで、なんか強さを証明して、そしたらおじいちゃんにも、自分も聞く資格がある、かな、っていうことかな。なんか、ただ、楽しいからとかそういう感じで今言ってないよね。なんか意味深だな。まあでも断る理由はないし、しようか。だば、回復する。だって前、この時もっと笑顔だったもんね。すぐりくんの笑顔で私の HP が回復するって言った覚えあるもん。今回はだいぶ真剣だね。さっきの子が左にいる。今度こそ勝つ。すぐりくんの性格的に今までももちろん全力ではあったんだろうけど、なんかちょっとそれよりも本気な感じはするね。か、勝ちたい。だから蹴っ張る。もう結婚の意ではないんだなっていうのはうすうす感じてはいるんだけれども。勝ちたいか。初回戦った時は勝負自体が楽しいって感じだったけど、今は明確に勝つことを目標にしてるね。焼き尽くすと原始の力、どっちも一緒だな。自分の全ての能力が上がる可能性がある。木の実を持っていると使えなくする。初手だし、上がる可能性、やかった！よく耐えた。あ、すごい、なんか湯気みたいな。湯気じゃないか。マグマが、なんか、うねうね動いてるな。間違えた。違う、こんなはずじゃ。やっぱりなんか本気な感じするね。ちなみに、溶ける。細胞の変化で液状になり。マグマックって液状じゃないのか、あれ。防御をぐーんと上げる。煙や炭などを吹きかけて命中率を下げる。まあもう一回原子の力やっておくか。あ、これ耐えるか耐えないか。まあそうだよね。まあ、ならば仕方がないか。スピード速い方がいいな。サンタナよりオードリーの方が速いか。全部抜群だな。オードリーにしようか。で、命中は一番高い方がいいな。もう体力はないから。いいね。ヤンヤンマ目つぶった瞬間すごい可愛いな。マグカップもレベル上げさせてあげたかったな。アヤシガメは噛みつくを覚えたい。噛みつく、
噛みつくか。技の性能だけで言えば体当たりより上なんだけど、まあノーマルか悪かってことか。まあ体当たりいいか。性能的に上であればまあ別にいいのかな。ポケモン詳しい人的にはあーっていう瞬間だったかもしれないけど、だったらごめんね。ニョロボンを繰り出そうとしている。ニョロボンか。ニョロボンって水だけだけじゃない可能性もあるな。じゃあサンタナにしておこう。サンタナはギガドレインを覚えてるので、まあ少なくとも弱点は持ってるかなって感じ。手て短いな。ほんと可愛いなサンタナ。ニョロボンでかっ。こんな大きいんだ。怖いね。等身大。あ、まあ私たち子供だからあれだけど、殴られたら普通に私気絶しそうだな。ハイドロポンプ耐えた。ナイス。さあギガドレインで回復しつつ。ごめんねすぐりくん、なんか二重で今心が痛いけど、でも手は抜きたくないよな。手抜く方が今は失礼だもんな、すぐりくんにとって。あ、めちゃくちゃ経験値上がるな。大太刀か。大太刀ってノーマル？虫とかじゃないもんね。ノーマルっぽいかな。じゃあどうしよう。ネラミいっとくか。後ろの子ずーっと待ってるな。どうだ。かわいい。お見通し、命の玉。大太刀さ、お手手スリスリしてんのめちゃくちゃかわいいんだよな。大太刀がかわいい。 2D の時もかわいかったけど100倍かわいくなってんな 3D になって。あ、気合玉抜群だね。じゃあ放っちゃおうか。んー、やっぱり心苦しいけど、まあでも憧れが私にも持ってくれているならちゃんとやるべきだよな。ごめんねメラミ、ありがとう。次はなんだ。あ、メガドレイン。ギガドレインの多分一個手前の技だよね。あー、そしたら吸い取るいらないか。まあ技の回数的にあれだけど、葉っぱカッターもあるしね。最悪またまあ思い出せるし忘れちゃおう。この性能いいな。私も最悪覚え、思い出せるから忘れたいこといっぱいあるんだけど、昨日の仕事の失敗のミスとか一旦ポカンって忘れたいよね。大事な情報があって思い出す必要がある時だけ思い出したい。カミッチュ。あ、カミッチュ。カミッチュは虫っていうか、まあでも草系だよな。あ、でもカミッチュって水飴っぽいんだよね確か。だとしたら水タイプの水虫とかかな。水ごめん、そんなつもりなかったんだけど水虫って言っちゃった。違う違う、虫水の可能性あるか。まあどちらにしろメラミーでいいか。どうしてこうなんだと。すぐりくん、ちょっと待って、なんか負の方向に入ってるよ。いや、なんかすげえ、なんかこの勝負すごい心配になってきた。甘露な蜜、甘い香りが漂っている。回避率が下がったか。まあまあいいか。いや、なんかだいぶ追い詰められてんなすぐりくん自分で。なんかやっぱ楽しんでるだけじゃなくて強くならなきゃって強い意志を感じるな今回は。だから勝てないことに対して自分に対してすごい責めてるよね。なんでこんな自分は弱いんだみたいな感じで。いやー、いや、んでもなー、手は抜けないよなー。こんなに真剣ならそれこそだよなー。引くか。あ、抜群じゃないってことは草とかじゃないのか。カミッチュけっぱれ。雨まみれさ七前。
あ、雨まみれか。今一つのようだ。これ専用技？雨まみれになった。すごいベトベトしそう。シャワー浴びたいね。まあとはいえこれで終わりかな。命中100だしな。間に合った。カミッチュ何タイプかな。これで勝ったけれども、セリフ聞くの怖え。俺が弱いから、ほらやっぱそうだよ。あ、うん？話を聞けなかったのもそうだし、まあ鬼を今守れないというか、守れなかったところとかまで含めてなんかそう考えちゃってんのかな。俺が弱いから。うん、いやその年でそんだけ強けりゃすごいんだけどさ、トレーナーとして。あゆえだよな、鬼への。これケアできるかな。負けちまった。私がそのやっぱり今回の話を秘密にしている限り、なんか話を聞く、相談に乗るってことができないと思うから、絶対良くないけど様子を見るしかないんだよな、あの秘密を明かさない限りは。俺が弱いから、だからちょっと今すごい嫌な走馬灯じゃねえ、死ぬんじゃないよ私、まだすぐり君との未来があるだろう。あのなんか別ゲーだけど、キングダムハーツのテラをちょっと思い出した。なんか闇落ちしそうだよな。闇落ちするか、どっかで一緒に協力してなんか強敵を倒すことで切り開くかのどっちかだよな。後者であって、ほらもうめっちゃ心配な顔してるもん私。意思が通じてる。看板、課題さ終わらせよ。大丈夫かな。黄昏時、村の外で向こうから歩いてくる影があったなら気をつけよ。すぐさまお面をかぶって自らの表を隠しなされ。さすれば影が人であれ鬼であれ、お面同士会釈して通り過ぎるのみ。あとその鬼のポケモンと男の人がお祭りの時だけは参加できたようにってことだね。でもこれも悲しいね。もしお面を持たざる時あれば、影が人であることを願いなされ。その影人であればよし、二度とお面忘れるべからず。本当に鬼は何にも悪いことしてないのに、こうやって伝承としてとことん悪者として伝えられてるっていうのは、なんか本当やるせないね。悲しい辛いを超えて、もやもやしてしまうな。その影が鬼であれば最後、真の表を覗き込まれたなら、そのもの魂を抜き取られ、二度と村へは帰れぬだろう。なんもそんなことしてないのにな。まあそれだけ鬼が村に来て怒ってた時が恐ろしかったっていうところから来てはいるんだろうけど、でもそれだけ恐ろしいほど怒った理由は、あの3匹の英雄にされたポケモン側にあるんだもんな。すぐり君にこれこそ伝えてあげたいけど。当時みんなお面持ってて、それ全部作ったの。当時って、この事件があった多分直後とか数十年間はって感じかな。
俺のじいちゃんのじいちゃんのずっとじいちゃんなんだって。あ、じゃあやっぱりすぐりくんたちの一家はお面作りの、鬼にお面をあげた方の子孫かはわからないけど、でもお面作ってる一家なんだ。まあなら当事者じゃなかったとしても事情を知っていておかしくはないね。すごい。本当の話？すごい。何も知らなきゃすごいって言いたいんだけど、なんかそんな明るい気持ちで言える気分ではないな。本当の話？もちろん、鬼様が魂抜くとかは嘘だと思うけど、あくまでまあこれは思うか。うちがお面さ作ってたのは本当。あ、俺んち代々お面職人の家系。ここでわざわざ出たってことはそうだね。多分鬼に、オーガポンか。に、お面を作ってた一家の人たちなんだね、すぐりくんたちは。じいちゃんもお面作れんだ。表祭りも俺の子孫、祖先がやろうって言い始めた。あー、じゃあ本当にあの二人のためだったんだ。じゃあ表祭りがあって、ん？いや、でもお面作ってた人たちでっていう設定は、あの鬼たち二人が来た時点であったから、このお祭りはもともとまああってもおかしくはないか。今、鬼たちのためにやろうって言ったのかなって思ったけど、まあこれは確定はできないかな。俺、ここの看板に書かれてること好きじゃない。そうだよね。鬼様が怖いからって必要以上に怖がって。村の外へ追いやって。鬼様だってきっと寂しかったはずだ。実際の事実がどうであれ、周りの人がこうだって決めつけていることに、こうやって疑問を抱いて別の視点から見るのはすごい大事なことだね。優しい、なんていうか大人な考えだと思う。一人だけのけものにされたから、すぐりくんわかんないけど、もしかしたらちょっと経験があるのかな。鬼とは違うけど、そのあんまり馴染めなくて、のけものにされた時の経験があるから、鬼に対してもかわいそうだっていう気持ちになってるのかもね。お姉さんはすぐりくんと真逆みたいで、多分いろんな方と仲良くなれる方だと思うから、その、やろうと思えばね、ゼユさん自身が仲良くなろうという、なんか、気があるかは別として、多分なろうと思えばそういう振る舞いが全然できる方だから。そうだね。進藤愛もそうだよね。ここのズーム意味深すぎる。別にその色気のほくろをズームにしたわけじゃないよな、これ。目元を映してないってことだよね。で、口がムってなってるし、内なる怒りみたいなのが、多分それを表してるカメラワークなんじゃないかな。写真さ撮ろっか。もともとそう思ってたすぐりくんが本当の話を全部聞いたんだとしたら、もうそれこそ胸が張り裂けそうだよな、きっと。大丈夫？無理しなくていいよ、写真。あー、なんか私もテンション下がってる。イエーイみたいな感じになってる。すぐりくんもなんかね、やれやれ。正直そのクールなすぐりくんはすごいかっこいいけど、好きだけど、これあれ、あと看板いくつあんだっけ。大丈夫かな。無理はしてほしくないし、まあ理想を言えばオリエンテーションが最後終わるまでになんとか解決してあげたいけど、あ、ごめん、
これで終わりって言った？俺、ポケモンこさ、もっと強くすっから。帰るね。送るよ、大丈夫？あ、なんかすごい意味深な感じ、イベントみたいな感じでポケモンがいたけど、あれは野生です。公民館で休もう。いやー、一番休みが必要なのはすぐりくんだよ。ここまで来ちゃったらね、いっそ話してあげた方がいいんだろうけど、その辺の事情を知ってるのはプレイヤーだもんね。ゲームの中の私たちは知らないんだもんな、すぐりくんが聞いてたことを。せめてあそこで、すぐりくんには申し訳ないけど、見つかって、あそこですぐりくんが聞いてたことがバレてればまた、なんか違ったかもしれないけど、とりあえず休もうか。一旦、あ、これ回復、あれかな、公民館で休んでも、多分回復するような。なんでそんな怪しい動きをした。じゃあ今日は休むか。まだちょっと明るいけど、まあ私も気持ち的にちょっと疲れてしまったな。部屋でいいのかな。今日はもう休もうか。休もう。どうした？なんかすごいワリオみたいな歩き方するね。新藤愛さん、おはよう。ゼイユさんから伝言で、家で待ってるから。大丈夫？これつぐりくんいなくなっちゃったとかじゃないよね？大丈夫だよね？早く来てほしい。つぐりくんいなくなっちゃったとかじゃないよね？家出したとかじゃないよな。いや、それだったらここまで来るか、ゼイユさんがあんたんとこにいないって。いや、そうあってほしくないけど、どうだ。まだそこまでではないか。あ、回復してるね。この人前も見たんだけど、ちょっと怖いんだよな。お祭り行かなきゃって、こんな明るいうちからとぼとぼずっとこの外周歩いてんの、ちょっと怖いんだよな。大丈夫？なんか取り憑かれてない？お祭りの悪魔に取り憑かれてない？お姉様来ました。おじい様も。大丈夫かな？進路は遅い。ごめんなさい。すぐが起きてこないうちに、あ、そういうことか。話しちゃいたいの。オーガポン様のお面を直そうとしたんだが、完全に修復するには、一つ素材が足りない。モンスターハンターみたいになってきた。じいちゃんが言うには、テラス池に沈んでる結晶のかけら。お面今のまま返しに行ってもいいけど、綺麗にして返したら、オーガポンもきっと喜ぶわよね。やっぱ素直だな、ゼイユさんなんか。優しいねって言ってみるか。本当の話聞いちゃったからさ、オーガポンにいい思いしてほしいもん。優しいな、ゼイユさん。その気持ちにきっとオーガポン様も喜んでくださるはずだ。もうそうすることぐらいしかできないもんね、今の私たちには。でしょう。ああ、じいちゃんおはよう。まだ、まあこれは聞いてないだろうけど、この3人固まってるだけでなんかちょっと不信感あるよな。おお、すぐり。すぐ、あんた今日はどっか行っ、はいはい、勝手にすれば。あ、はあ、なんですって。様子が変だね、やっぱ。
弱からレベル上げ以外の何かかな。あいつ昨日からなんかへそ曲げてんの。夕飯も食べずに部屋にこもっておった。それは心配だよすぐりくん。それは自分の体が、ま、思春期だしそういうこともあるわよね。思春期なのか年齢的にそうなのか。あ、中学1年生ぐらいなんだっけ、なんか公開された年齢だと。そうか、そう聞くとなんかいっぱいワードが出てきそうだったけど、今のすぐりくんを見るとあんまり言う気分にはなれないな。すぐが真の愛にべったりだと動きにくかったけど、むしろ好都合。テラス池は鬼ヶ山の頂上にある。よそ者が山に入るのゲゲーって感じだけど、なんか若干昔のアニメみたいだね。ま、あんたならいいわ、認めてもらえたみたいだ。結晶のかけら求めて山登りにレッツゴーよ。すぐりくんの用が気になりすぎるな。ただポケモン強くするための練習だけならいいんだけど、なんか別の目的もありそうだよな。で、ん？あ？ネア様、微量様、あの庶民大好きコンビ。ネア様とビリオ様はパルデア地方北2番エリア。あ、こんな細かく教えてくれるんだ。あの滝のある場所に行って言ってたよね、確か。各所の滝を見に行かれました。あ、秘書かなんかなの。置いてかれたってこと。自家用ジェットとかですっ飛んでったのかな。ありえなくはなさそう。そうか、せっかくこの私が生の庶民というものを見せてあげるのに、どっか行かれちゃったみたいだ。残念だな。いつでも見に来てください。一回30万で生の庶民を見せてあげましょう。プラス20万で生の庶民と握手もできるよ。プラス50万で生の庶民とお食事もできます。なんて素晴らしいビジネスだ。あ、ぶつかっちゃった。とりあえずもっかい、まあ山のとこまで行くか。経験値をもらうために。あー、クロスポイズン。ん？あー、やけどのやつか。俺誰か持ってたな、多分。今私のメンバーにはいなかったけど。あ、違う、サンタナか。確かサンタナがあの体持ってた気がする。あの体持ってた気がする。ジョジョかな。テラス池綺麗だね。楽しみだ。目的地に設定して、上か。これコライドンいないと大変だな。なんだっけ、モノトカゲとかのライドポケモンはこの世界いるらしいけど、でもこうやって岩山は登れないもんね、垂直に。多分自転車みたいに走るだけだろうから、俺コライドンいないとここの観光めっちゃきついな。ありがとうコライドン。こんな場所にウソッキーが。あ、違う、ウソハチか。たまにああいう崖の一端に一人だけいるポケモンいるけど、どうやって生きてるんだろうってちょっと心配になっちゃうよね。微生物とか食べてるのかな。すんごいカメラワーク。さ
て、あそこかな？コライドン使えばそんなでもないね。よしよし、ここかしら。コライドン、どうした？うわ、綺麗、すごいな。あれ、テラスタル、あ、だからテラス池か。テラスってあの眺める方のテラスかと思った。ベランダみたいな。なるほどね。あ、いるわ。早っ。え、私コライドンで来たのに。お姉さん早っ。いや、でもこのお姉さんだったらワンチャン岩盤に足突き刺してうおーとか言って走りそうなギャグ的なコマがあってもおかしくはない気がする。だね、間違いなくテラスタルっぽいな。話しかけるか。進藤愛来たのね。ここがテラス池、綺麗で驚いたでしょ。いや、本当にめちゃめちゃ綺麗だな。俺足使っちゃったけどいいのかな。人体に直ちに影響とかないかな。この辺の岩ってなんでか光ってんの、不思議よね。この辺りで死んだ人に会えるとか変な噂もあるくらい。そうですか。そんな AI もいたけれども。お面を直すため水中に沈んでる結晶ちょっとだけ取ってこないと。あれって叩いて削れるもんなのかな。というわけよ、進藤愛やったれ。地元民の方の方がって思ったけど、あれだね、私はいずれここを立ち去るものだから、なんか後々問題になったとしても私がやった方が好都合かもしれないな。思いっきり池に飛び込むのよ。直ちに人体に影響ありませんか。自分が飛び込むの？だって私泳げないし。ああ、それはしょうがないね。服が濡れちゃうでしょ。それは私もなんですが。まあいいか、泳げないならそれは仕方がないね。私が行ってこよう。あんたすごいライドポケモン持ってるらしいし。コライドン、潜れんのか？泳げ、え？なんだ、大丈夫？噴火？ゴー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 。別にリオが出てきたわけじゃないよね。ゴー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 。無駄無駄。